ダストチャンネルのダストです。さあウルトラマンデッカーも最終回を迎え、ウルトラマンデッカーウルトラ D フラッシャーメモリアルエディションが発表されました。ちょっとね、僕もしかしたら声に違和感あるかもしれないんですけど、風邪ひいちゃってだからね、ちょっとね、元気ないかもしれないんだけど、テンションマックスだからね、気にせず ご覧ください、お聞きください。ということでね、早速見ていきましょう。ウルトラマンデッカーフィナーレ記念ということで、メモリアルエディションが発表されました。セット内容、 D フラッシャーのメモリアルエディションとウルトラディメンションカードが6枚、劇中プロップデザインということで、ここにね、この辺に名前とかマークがないタイプ、劇中で使われてるタイプが付属するということで、これガッツセレクトカードみたいな、セリフ発動カードっていうのが出るみたいだね。で、外観仕様として新規造形と塗装箇所の増加により外観スペックを向上させた特別仕様ということで、新規パーツにより劇中プロップ造形を再現。ここにね、この裏側、ここね、デラックス版だと肉抜き穴があるんだけど、それがカバーされてたり、ここにね、ネジ穴があったりとか、その辺もねカバーされてるよっていうようなものになってますね。あとはシルバー塗装の大幅増加ということで、塗装も、追加されてるというものになっております。さあ続いて音声仕様、気になるところですね。劇中セリフ &BGM を搭載し、劇中なりきり遊びを再現。カナタ、デッカー、アスミ、ディナスの3モードを搭載、付属カードと連動して劇中セリフが発動、シーケンスに応じて変身工場が発動だと。へー、カナタモードとかデッカー、アスミモード、あとディナスモード、これは劇場版に出てくるのかな、が、遊べると。あと収録 BGM も聴けますよっていうようなものになってますね。まあここはメモリアルエディションの、おなじみのギミックなのかなと思います。さあ続いて付属のガッツセレクトカードをスキャンすると、トリガーを押すたびに50種以上のセリフが鳴る。すごいね。ガッツセレクトのセリフ発動カードは羽次郎のねカードになってるんだけど、これを、スキャンさせると、このね、いちかちゃんとか相馬くんとか沢さんとか村星隊長とかね、あと羽次郎もね、セリフを言うみたい。50種類って相当あるよね。で、別売りのウルトラディメンションカードプロップデザインエディションと完全連動ということですね。で、ここね、後で見ていくんだけど、ダイキャスト重塗装のガッツグリフォンも同時に出る、同時というか予約開始されていました。で、こちら価格 13,200 円、そんなとこなんだろうね、メモリアルエディションだと。で、受付終了が3月8日で、お届け日が7月発送というものになっておりますね。はい、じゃあそのまま続いてこのガッツグリフォン見ていきましょう。これすごいよね、ダイキャスト重塗装ガッツグリフォンということで、セット内容がね、ガッツファルコン本体とガッツホーク本体と、ガッツファルコン専用台座、ガッツホーク専用台座、ガッツグリフォン専用台座パーツということで、あ、合体した専用台座パーツがあるってことなのかな。で、一部パーツにダイキャストを使用ということで、質感重厚感を向上。ダイキャストパーツが使われてて、この先頭部分とか、あとこの胴体の部分がね、ここにダイキャストが使われてますよ。これね、デザイン的にもさ、ダイキャスト使われるとすごい雰囲気変わると思うんだよね。で、これもね、こちらもこの羽の部分、もう大部分がね、ダイキャストになってるというものになってますね。では続いて、ポイント2、重塗装に加え汚し塗装を施し、より劇中に近いイメージにということで、汚し塗装も、追加されてるっていうものになってますね。はい。で、専用台座が付属すると、ガッツグリフォンのディスプレイが可能にということで、合体状態も、これもね、劇中で大活躍してたよね。これもね、このまま飾ることができますよっていうものになっております。さあ、お値段、11,000円。なかなかしますね。1個5000円って感じか。ダイキャストも使われてるし、汚し塗装もされてるからね。それぐらいいっちゃうのかな。こんな感じですね。予約受付が終了が3月8日で、お届け日が6月発送。あ、さっきのメモリアルエディションより 1ヶ月早いんだね。ということになっております。さあ、で、皆さんもし気になればね、こちらチェックしてみてください。動画説明欄にね、こちらのリンク貼っておきますので、ぜひ気になる方はチェックしてみてください。ということで本日の動画以上です。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。ダストでした。みんな体調には気をつけてね。バイバーイ。